うう、再開していくぜ。さて、前回はフォルネウスをようやく倒したというところでございましたが、仲間にする、仲間にできる、ちょっと待って、ここでハーマン仲間にして、赤サンゴって何？赤サンゴのピアス、それは海賊ジャッカル一味の印だ。だがジャッカルのやつは海賊ブラックに殺された。顔はわかるか、見れば。ということで仲間にしましょう。これで、イベントがまた進められるようになっておりますよ。特別今も装備してないからこのままでいいか、お前は。ピドナの、そういえば武器防具改造どうなってるかの、前回どういうステータスで止まってたんだか覚えてないが、ちょっと見せてくんろー。どうなってる？パワークラブが完成した。あは、ジャガンのマスク、魔女の瞳持ってないね。全部持ってないね。パワーグラブってのはどういう問題？攻撃力上がんのかな。9、5、弱くね。なんか隠しステータスあんのかな。割とこれね、説明出てこない隠しステータスが多いんだよな、このゲーム。割と、いらないもん預けとこうか。いらないもん預けとこうかね。夢見る宝石もちょっとつけときたいか。フラッティーソード、誰に夢見る宝石つけようかな。ゾウさん、いや、あなたにつけとくか。物理防具がチート低いか、ちと低いか、こっちにしとこうか。35、40、まあ魔法防御力ほどほど。ということで開発も進んでいるが、素材が足りなくてもはや作れないという状況ですが、ハーマンが仲間にいることでこっちのイベントが進められるはずでございます。顔を見ればわかるということだったが、さて、イベント進行しておりますよ。本日はルードヴィッヒ軍団長がおいでになってます。ピッドナでの新王教団の活動に大きな力を与えることでしょう。ちょっと待って、随分と髪とヒゲが伸びたが、その顔を忘れねえ。何がマクシムス様だ。貴様の名前はジャッカルだ。ジャッカルってあの海賊の？ジャッカルには数々の罪がある。捕まえて裁きにならねばだな。しかし顔つきが似ているだけで捕まえることはできんぞ。ジャッカルの一味は赤いピアス。そして本人の腕には決して消えないジャッカルの入れ墨がある。腕を見せて。マクシムスども失礼だから腕を見せていただけないが、あなたの身の証にもなる。さあマクシムスと。俺様を知ってると、貴様何者だ。もうちょっとさ、言い訳しようよ。もう魔物になっちゃう感じ、それ。で、マクシムスどこ行った？マクシムス。マクシムスの味と、君はちなみにどんな感じの敵だい？フリーファイトになってる。ただの雑魚的かこれ。弾道剣、スネークショット、ブレードロール、電気、どうしようかな、サンダークラップ。弾道剣の最大3人なのかな。敵は弱えやつだわ、これ。ほいほい。ふむ。もう育った我々の前には、楽勝でございますな。ちょっと陣形変えよ。なんか竜人、連続攻撃に向いた陣形。スピードアップはダウンダウンダウン。どうしよっかな。だいたい虎血陣が安定すんだよな、ボス戦とかだと。で、雑魚戦はあえてダッシュでぶつかって陣形崩してもらい、虎血陣の能力を出さずに倒すという、そういう方向性で。睡眠、これ睡眠ですな。睡眠、わーやめろい。睡眠見切り持ってるものの、うわアンパン強いです。さーて、この上は宝とかあるかな。人がいるだけ、人がいるだけなのか、どうなんだ。
宝の一つや二つあってもええんじゃよ。スライム系の見た目だったな今。もうどんどんね、惜しみなく技を使っていく。どうせ雑魚戦ではひらめかへんや。いや痛いなそれ。何見切り、何行使、魅了、ちゃんと見てなかったな。もうちょいあれだな、ロビンもいい技覚えてほしいな。これな、通常攻撃からじゃないひらめかへんかな。フーム、なんもなさそうですなこれ。ワッツワッツ、近づくと正体が見破れる。同じとこぐるぐるさせるね。なんかあるまで進むか。星屑のローブ、なんか良さそうな、良さそうなもんがここに落っこちてましたよ。魔女の瞳も手に入ったが、凝視を防ぐ、凝視を防ぐ良さそうね。あと何回もこれも置いとくか。持ち物がいっぱいなんだな。星屑のローブってなかなか強いんじゃねえかこれ。あれな、どこ装備、星屑のローブ、鎧、雷の攻撃にやや強い、これいいね。誰に装備させようかな。雪だるまに装備させとく。そしたらラバーソールつける必要ないね。こっちにしとくか。魔女の人めっちゃ魔法防御高いみたいな感じになっとるけど、雪だるまさん、あんた魔法防御高くてもしゃーないところあるか。しゃーないところある気がすんね。ああ今預けた防具、どうしよっかな。ガードリング代わりに装備させたいな。姫の代わりに姫の首飾り、魔女の瞳ガードリング、姫の首飾りに魔女の、これでええんじゃなかろうか。美味しい宝が手に入りましたね。ということでまた同じような 構造を下へ下へと潜ってまいりますよ。お、変わった。そろそろゴールか。そろそろゴールだと嬉しいんじゃが。さーてどうかな、ゴールかな、これゴール、まだか、まだなの。うわー、いる、なんかいる。ちょっと待って回復しよっか。術力を回復、技力を回復したい。術力回復ばっかだなよ。一番減ってんのは術力、いらねえこんなに。隕石のかけらがあるのはいいんだが、術種とかもいらない。他もなんか、ビドナジュエル使うかすな。はい。さて、ボスですか？うわい、来たー。なんだおめえ。なんじゃおめえは。鉄人だから、通常攻撃ひらめかねえな。まあ、ひらめき祭りはどっかでやろう。どっかでやりましょう。僕らへ。電気。一応あれか、ウォーターポールかけていくか。何が起こるかわからん。セルフバーニング、あ、やばそう。うっひょ、いったー。セルフ系マジ炎耐性がないとつらいのこれの。セルフバーニング系やってもう一発は撃ってこないじゃろうという。ロビンにもかけて
補欠陣なのにサミダレ切りしたら意味ないか、疾風剣の親方だ。いった、今そんなに強くなかったわ、そんなに強く願ったわ。これさて、あ、出てきてもうた。教団の連中がこっから出てきて新市街の方へ行ったよ。あー、びっくりした。なるほどね。さーて、今のがさっきのとこの中ボスだったっちゅうわけでございますな。こっちに戻るとなんかイベント起こってるかの。ちょいと確認。おめえ、おいおめえ、おいおめえ、おいおめえ、話せないんかい。お、立ち入り禁止。お前はいいんです。ということで、信号教団の本拠地へ向かいましょうか。もうすでにマップに出てるんでね。これ、信号の塔。さーて。うわ、おめえ来てやったぞ。あん、あれ、話にならない。ダメなの？あれ、ここに来ればいいんじゃなかったっけかな。塔へは入れないぞ。いや、殴り込みに来たんやが、殴り込みに来たんだが、わい、殴り込みに来たんだが、そういうわけにはいかんか。ここじゃねんか。あれ、じゃあもうちょい探索するか。お、マクシムス様ならリブロクへ行ったよ。なるほどね。これで、初めて、イベント。で、リブロフに向かう。で、今度はリブロフの宿、パブかい？ここら辺でなんか、情報をもらう。情報もらう。相当宝を溜め込んでるらしい。で、これで初めてフラグが立った、ようですね。うん、これでもっかい信号の塔に行けばいいんじゃなかろうか。フラグが立ったんじゃなかろうか。待てー、ダメダメです。砂漠から入ってこねえとダメなのかな、もしかして。さーて、戻ってきたが、あ、これか、信号教徒のローブがある、買う。これで入れるわけだ。やったぜ。どうも、仲間っす。ザルだな、おい。ザルだな。ザルザルだな、おい。適当に進めばいいんかい、これ。ウェーイ。もう脱いじゃってるじゃないですか、それ。いやいやいや。もうちょっと着とこうよ。これ敵？あ、バレねえの？バレねえの？それ。もうちょっと語りなさい。もうちょっと着といた方がよかったと思うんだけど。バレねえんすかね？バレねえっていうか、もうそれ、どういうことなの、それ。右にはいけない。いいの？見た目とか関係ない感じ？あれ、進めないね。右にも行けないね。あれ？他どこ行けばいいんだい？カタリナさんが脱いちゃうからじゃないの？それ。脱いちゃうから、脱いちゃったからダメなんじゃないですか？それ。そこんどどうなんすかね？私もうこんな、こっちか。こんな暑苦しい格好してられないわ、みたいな。脱いちゃうからさ、それ。どんどん上がっていけばいいのかい？お、宝があったぜ。宝があんなとこにあるな。上から置いてくる感じだな。うん、どう行きゃいいんだ、どう行きゃいいんだ。宝があった。あそこにも宝がある。くぅ。取り手が。気軽には取らせてもらえん感じか。上行ってみようか。あそこにも宝がある。いろんなとこに宝があるぞ。溜め込んどんな、宝な、これな。だがこれ気軽には、いけそうにないな。どんどん登ればいいんかの。右にも行ける。なんもねえ、なんもねえ。どんどん登ろうか。じゃあそういうことなればどんどん登ろうか。おん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 、邪魔やって、君。君！そこ、邪魔邪魔。よし。適当に進んでっけど大丈夫かな？お、登れる。どんどん登って、なんか言うぞ、人は。
地下に何かのスイッチがあるんです。それを作った者はみんな殺されて私だけここに隠れてるんです。大丈夫なの？地下にスイッチがある、うん、何か新しい情報を得ることができたか。どこに行きゃいいんじゃ。これはここに進んでいくと邪魔邪魔。アンさん邪魔ですよ。アンさん邪魔ですよ。ひたすら登るしかねえか。登れてはいるものの話しかけることすらできん。ガンガン登っております。今何階だろう。わからん。すぐそこに登れるが下は何もなし。ゴールか。ついにゴールか。ゴールじゃねえな、これな、この感じな。いやいや、もうこれ。広いって。広いって、それ。お、外出た。来たか。ついに来たか。お、お、お。セーブしようか。せっかくだからこれ並んどく。どうも。お前たち教団の者ではないな。だがいい、神王様は全ての人のために現れるんだ。さあお前たちも祈るがいい。マクシムスはどこ。マクシムスはあやつならピドナにおるはずだが、あいつの正体は海賊ジャッカルよ。海賊であろうが殺人鬼であろうが、悔い改めて神王様を待つ者は救われる。マクシムスが昔どんな名を持っていたとしても今は関係ないことだ。あいつは教団を隠れ蓑にして悪事を続けていたのに、あんたもあいつとグルなの。もしそれが本当なら裁きを受けるために出頭させよう。割とまともな人っぽいな、こっちは。なん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 。うわー、うわー、むにゃむにゃしとる。この塔はいただいたぞ、リベリウス。マクシムスか。この塔は神王様のものだ。お前の自由にはできんぞ。神王だぞ、そんなガキは必要ない。世界は俺様が支配してやる。集めた西欧異物とモンスターどもを使ってな。マクシムス、あいつはどこにいるの。マクシモスを倒さない、モンスターを倒さないとマクシモスを探すどころじゃないわ。せやな。マクシモス。いや、お前らもうちょっと動揺しろよ。速攻。上に行けばいいのかな。こっち側は？なんもない。右側は？どんどん登ればいいんかしら。西欧異物くれへんかな。出れる。お、なんか入れるぞ。宝の一つや二つ。何のための部屋なんだよここ。何のための部屋なんだよここ。なんだ、一人で黙々と作業をする、精神集中する部屋か。そこ左右に向けるな。宝の一つや二つあって、お、降りる。宝があるルートでは、ここ宝があるルートなのでは。これはもしや、もしやして来たの。あれ、おい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 、戻ってきとるがな、お前。戻ってきとるがな、それ。ちょっとじゃあもうちょっと探索するか。これ、うろちょろします。ダメだな。こっちしか道ないわ。上に行こう。ひたすら上に行く。ここは？こうなんだ。特に何かが言うわけではない。これも外に出るだけかな。おい、敵来いよ。かかってこいよ、おめえ。こっちも外に出るだけだ、きっと。あ、かかってこい、かかってこい。ダメか。あれだな、技ポイントがちょっと減ってるけど、まあ、このままいけないことはないけど、一応回復するか。一応回復しましょうね。でセーブもして、ちょっと待って、今録画時間がまだ大丈夫かな。はい、行きましょう。さて、連戦か、これ。連戦になりそうだな。通常攻撃ぐらいで様子を見るか。でもあなたはブレードロールして電気して、サンダークラップする、スコールでいいか。うわ、サンダーボールとかしてくる。ゼロ。そんなには強くねえか。そんなには強くねえか、こいつら。電気剣するまでもなかったか。
弱えやつだこれ。スコール。ザッパー。どんぐらいダメージ出る？スコール35。わあ、そう、雪だるま35。もはや関係、もはやだ。防御しててもらっていい？意外とこれと後ろのやつ高かったりする。ミスんないでよ。意外とタフいんですかね、もしかしてこれね。大木断念。連戦を考慮してこう。これやっぱり連戦やん。連戦を考慮しての、まあ、残像剣ぐらいは使っとくか。プレードロール、レンキ、サンダークラップ使っちまうか。高温ガス。あ、そこそこ痛い。そこそこ痛いが、まああれでしょ、多分1段階レベル上がった雑魚敵とかそれぐらいのレベルじゃろ。この程度なれば問題ないのよ。バリ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 。サンダークラップのエフェクトかっけえ。あと1体か。ブレードロールする必要なかった。これシップ剣ぶちかましていくか。これクリュードライバーぶちかましていくか。これ大黒ダウンパンチ。水効くんじゃね、見た目的に。どうだろう、見た目的に水が効くんじゃねえかという疑惑でスコールを選択。ゼロ赤、打撃赤。138。もう見た目通り水が若干弱点か。あ、意外と高いぞこいつ。ミスんないデーゾーさん、さっきからあんまり疾風剣もやってられんのよね。もうマッキーワーリーダイナミックスすごいんで、敵の攻撃自体はそんなに痛くないから、ある程度温存していかないと。はい、ちょっとレベルアップいいね。大ボス控えてるからな、まだ。残像剣、攻撃、グレートロール、サンダークラップ。どんぐらい食らうかによって本気度、そんなにかな、そんなにかな。これアンダークラップの力を見せてやるね、雪だるま。400か。前のやつの方が強いでしょ、多分。よし、フロントのやつもそのうち倒せるでしょう。よし、すごいですよ。雪だるま防御しといて。通常攻撃でも今そこそこいいダメージ出る。通常攻撃ゾウさん、これミスばっかやな。やっぱオナは基本命中率が低いんかな。盾使っても77食らうんだ。それ300か。意外とタフいな、グリフォンさんよ。まだ大丈夫、飛んでるから当てにくいってこと。よし、倒した。次がラストじゃ。さーて、こいつは本気出さねえってやべえやつかな、おそらく。火炎、雪だるまには効かねえ。効かねえけど、他のメンツが相当いいダメージ食らってもうたな。いけっか、これ。
補欠陣だと体術があれだな、致命的なまでに。ヒットポイントまだ残ってる。ダイナミックして、周期砲で一応回復して、そう、毎ターン毎ターン火炎が飛んでくると思えんので、まだ大丈夫だと信じたい。バフかかってるとはいえ、巻き割りダイナミックが銀の剣つけたカタリナの疾風剣より強いというのは、ゾウさんの火力パナイの斧が強えんかな、これな。まあ補欠陣なら安定して倒せそうではあります。回復大事にしていけばなんとかなると思う。あとはゾウか。最初の一発の火炎だけだったな、やべえな。もう一発ぐらい撃ってきそうではあるが、これでだいたい全回復したかも。ウォーターポールもあとゾウにかければ大丈夫です。大丈夫ですになりますな。もう攻めに行ってもいいな。流星蹴りとか久しぶりにやるけど当たるかな。ナイスザパン。ここまでバフ詰めばもう負けることはなかろうよ。敵のヒットポイントも回復してないし、押せば勝てる。お、当たる。どんぐらいダメージ出る。160スタン。あ、スタンするのこいつ。なるほど。でも勝ち格みたいなもんですよこれ。もはや電気剣でいっか。MP もうねえな。どうしよっかな。スコールで塗っとく。120程度であれば問題ない。強くなった我々も。1700、よーし、いったー。割と楽勝だったな。この後連戦があるとまずいぞ。この後連戦があるとまずいぞ。お、大丈夫か。大丈夫になったんかこれ。あん、帰ってきた。これで終わりかい。これであれか、元の場所に戻ってアチキが倒してきたから大丈夫よみたいな、そういう報告したらいいんかの。というところで今回はこの辺で終わりにしましょうか。はい、次回新王の塔の途中からということで、また次のパートでお会いしましょう。またねー。